ジャスティン・トット・コフィーは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ラザ・フォード郡、ホレスト式出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。1998年の MLB ドラフト41巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。マイナー時代の2000年には、トミー・ジョン手術を受けている。2005年4月19日にメジャーデビューし、この年は57試合に登板した。 以降2011年までの間、2008年を除いて、毎年58試合以上登板している。2012年には、ロサンゼルスドジャースへ移籍したが、7月に、自身2度目となるとミー・ジョン手術を受けることになり、この年がメジャーでの最後のシーズンとなった。メジャーから退いた後は2013年の1年間を、リハビリに費やし、シアトルマリナーズ参加のマイナー。 メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズ独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスを渡り歩いた。速球とスライダーのコンビネーションだけで投げるツーピッチピッチャーであり、あとはスプリッターを時折交える程度であった。ミルウォーキーブルワーズ時代、1 0 0ラム超の巨体を揺らしてマウンドに向かう姿がコフィータイムとして人気となっていた。本拠地のミラーパークで リリーフコールを受けると、WWF の元スーパースターである、アルティメットウォリアーのテーマを背にブルペンを飛び出して、マウンドへ、全力疾走するものであり、その際に、マウンド到着までのタイムも計測されていた。ありがとうございます。